あ、L だわ、L、うん、今 L お願いポーズをして恋人つなぎをイメージしてわー、おばさんウッキウキでくさ、嘘でしょ、けど、じゃあ俺がガチ恋してる相手はおばはんだって言うのかよってなっちゃうでしょ。おばさんウッキウキでクソやばいって、うわ、おばさんウッキウキでクソって言われた。後から来る、いえおばさんウッキウキでクソって言われた。でも実際付き合う人って理想とかけ離れてる。待って、どういう話の転換。でも実際付き合う人って理想とかけ離れてる。でもおばはんおばはんとか言ってるけど、お前ら実際付き合うのはこういうおばはんみたいな、みたいな、そういうこと。もうダメだ、エルエルに何を言っても全部マイナス思考に捉えちゃう。そういう意味で言ったんじゃないのに、絶対ニキネキすごいな。なんか最近中学校で彼氏と彼女が増えたんだか、どう思いますか。何の時期なんだろう、何の時期。どうせ無理だよ、だってもうすぐクラス替えでしょ。もう終わりだよ、こんな時期に付き合ったって。小中高生のクラス替えなんてほぼ遠距離恋愛だからね。無理だよ、無理、半端な時期に付き合いようって、もう無理だね。それ春休みに一つ二つ思い出作って終わり、あークラス離れちゃったね、でも会いに行こうって。ちなみにこれ実体験です。無理だったんだから、無理なもんは無理、 L が無理だったんだから、 L の熱は冷めなかったのに。だからね、ダメよ。いやでも、うわー、もうちょっとなんかあればよかったな。よくある質問で、過去と未来どっちに行きたいですかってあるけど、戻ってこれるんでしょ。戻ってこれるんだったら、もう未来に行って自分が最後寄り添ってる人を見つけて、あ、もうじゃあもうこの人でいいやでして、その人以外の回り道をせずに恋愛効率中になって、で、あ、どうせあの人と結婚するんだから、なんか今は別に恋愛しなくていいやって、で、今は友情マジ大事って言って、なんかもうわーっていっぱい遊んで、マジ大事とか言って遊んで、なんかギリギリになって結婚しとくのがいいのかな、未来であの人と付き合ってたしって言ってやれるやん。効率できるから、未来変わっちゃうよ。え、変わんないよ、だって未来だから、あれがもう見たやつが。未来ってわからないから未来って言うんだよ。え、なんかエモ。どこで見つけたのその名言。って髪切ってからね。おすすめのライバー、ちょっと占ってみる。あー L だわ、 L、 うん、今ね、タロットカードと水晶占いと、あの生命判断で占ってみたんだけど、あなたのおすすめの配信者 L みたい。あまり納得いかないかもしれないけどね、占いの声がそう言ってるから、私はその結果をね告げたに過ぎないのでね。もしよかったら今後ともご贔屓に。そんなのエレルに決まってんだろ。これもセルフプロデュースってやつよね。もっと若い人お願いしてる。活動7年目は嫌ですか。ああ、そうですか。新鮮味フレッシュさがなくて嫌ですか。でも逆に7年目になってもこれだけ、うわー、エルってまだこんなに可能性に満ち溢れていたんだってなるエルですよ。せっかくベテランってカタカナ選んでくれたのに、かっこいいやつ。エレルほどのライバーになると若手のライバーとかから相談されたりすることあるの。いやー、どうだろう、ないことはないけど、そんなにないかも。ご飯とか行った時についでにエルエルわーってなることはあるかもしれないけど、そんなに別に頻繁にあるわけじゃないかな。恋愛相談は来ないの。恋愛相談、そんなことしたらね、エルもう怒るよ。いや、怖い、この人。エルエル先輩、なんか最近好きな人できて。バカ野郎、そんなことしてる場合じゃねえだろ。今はね、3月でしょ、もうすぐ学生たちは春休みに入るんだから、その時が一番同説とか先駆けでしょうが。ちょうど季節の変わり目で、学生さんたちは春休み、新社会人の方たちは今ね、お仕事の準備とかの合間にね、配信を見ることがあるんだから、恋愛なんてする暇ないでしょ。恋愛相談はね、乗らないです。さすが。まあね、そんなの当たり前でしょ。許さないわよ。会社のために恋愛するんだったらね、
1年でいうところのいつかしら5月病とかになっちゃうぐらいだったら恋愛しといた方がいいんじゃないの。それでね、配信のモチベがうんたらかんたらって言ってる暇があったら、その時間に恋愛しといて、あのまたさ、あの夏休みとかゴールデンウィークとかの時には絶対に配信ができる環境に整えておくメンタルコントロールをしたらいいんじゃないでしょうか。思いますけど。恋愛相談してきた子はエルさんが好きなのかも。あー、そうなの。それならそうって素直に言ってくれたらいいのに。あ、それとこれとは別だからね。まあ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 、まずはエルのどこが好きになったからか教えてもらおうかしらね。どこが好きになったのかしら。でね、強しを右下にしてるの、もう自慢。エレラ付き合ったら週に何回会いたいとかあるの。毎日毎日当たり前でしょ。だって毎日会わないと他の女と会ってる可能性が上がるから嫌だ。そんなの安心して恋愛できないじゃん。毎日当たり前でしょ。 GPS アプリ入れる。エルはちなみに入れていいよ。エルの携帯に入れてくれていいし。いやでもいるよ多分。 GPS 入れたい女の子、世の中で匿名アンケートしてみましたって言ったら、多分7割が入れさせたいって言うよ多分。相手のこと信用してないってこと。ちっちっち。信用するために入れるんでしょ。何の証拠もなしに信用できないでしょ。信用するために入れるから、ごめんね。あなたのこと信用したいから入れてもいいよねって。小魚の群れ賞がプルスナー3の BGM でやってた。めっちゃオシャやん。エモ。水族館で黙ってていいから、恋人つなぎでギュッとしたときギュッて返してくれる。あー、すみません、ここから先は有料です。ボイスのネタになるかもしれないんで寸劇できません。ごめんなさい。ちょっと、うわー、黙ってていいから恋人つなぎした復唱。今いるお願いポーズをして恋人つなぎをイメージして、はい、妄想次次。なんでだよ。一緒に妄想しよう。黙るのが一番むずそう。いや、これがさ、エルオフだとマジで喋んないんだよ。手を繋ぐのはちょっと無理やわ。え？じゃあなんで恋人になんの？なんだね、君たちはさっきから。寝るときは別々の部屋にしようとか、手繋ぐのは嫌だとか。じゃあ何のために恋人になんのよ。じゃあ嫌？逆に。嫌なのか？嫌なんだ。手は繋ぎたい。かわいい。そう来なくっちゃ。手は繋ぎたいだろ。どう考えても。だから俺はね、俺は繋がないと嫌。あんとか絶対無理。そっか、本当は人前でイチャイチャしたいです。かわいい。そういうのもっとちょうだい。そういう恋物が一番楽しいんだから。ね、どこからが浮気とかね。でも繋ぎたいし、一緒にも寝たいし、シーツは2ヶ月に1回洗濯でいいよ。よしよし、こうしてね、理想のダーリン像をね作っていくわけ。いいよ。バラと椿でさらにエレールを好きになりました。お嬢様言葉に合いづらい。さあ、ありがとう。また今後も何か機会があったらやってみようかしら。